はい、ヒロです。いつも動画見ていただいてありがとうございます。さあ、今日は、皆さんお待ちかねの PVMV 解説でございます。見る方にもなんか役に立つし、撮る方にも役に立つという、動画となっておりますので、最後まで見てください。ということで、今回は、スターリーアイズ彩香の、ミュージックビデオの、解説となります。どういう作品かっていうのを、皆さんまたちょっと覚えてない方もいらっしゃると思うので、ちょっとだけお見せします。それでは、どうぞ。内容のものとなっております。いや、これなかなかね、自分で言うのもなんですけど、去年の作った作品で、トップ3に入る、ものかなっていうのは自分では思っております。はい、では次に、使用機材でございます。まずカメラは、アルファ 7R3 を使っております。でレンズが、シグマの 85mm F1.4、DGDN、私は、勝手にドグドンと言っておりますけれども、言ってるのは私ぐらいだと思います。はい。このレンズを使っております。次に、ジンバルがありで、ブラックミストの、4分の1を2枚重ねにして、2分の1で作っております。はい。次に設定なんですけれども、PP10 で、ISO は、場所によって、変更していて、4K の 60fps でやっております。で、シャッタースピードは60か120でやってるはずなんですけど、ここがちょっと覚えてません。どっちで設定してたかは。じゃあ、これ見ててわかると思うんですけども、この60とか120にしてるからフリッカーがね、起きてしまうんですけれども、なんかスローを使うのが考えてはいるんですけれども、結局僕スローってあんま使わないんで、もうそれやったらフリッカー対策せいやっていう話なんですけどね。これ毎回言うてると思うんですけれども、今年はちゃんとフリッカー対策やってるので。はい、次、ストーリー解説でございますね。これまず英語の元の歌詞として、彼は地球、私は月という比喩で展開されていく物語なので、その設定は活かしました。月は地球を自転としてこう回るので、その関係性を表現とした、曲として解釈して意訳を進めました。ちなみに意訳っていうのはそのままの直訳ではなくて、自分の中で自由にちょっと変えていくのが、意訳と言います。で、この歌詞に関しては、彼氏のことが大好きな彼女っていう内容だったので、いかになんか求愛の言葉を歌詞にするかっていうのを考えて作りました。はい。ではちょっと意訳の文章、ここね、結構見てた方が役に立つとは思うので、ちょっと歌詞の部分を見ながらやっていきましょう。はい、ここはサビなので繰り返し使われているところなので、1回だけちょっと説明しますね。私を惑わせて振り回してほしいの、あなたを感じながら踊ってみたい。この振り回してほしい、踊り、感じながら踊りたいっていうのは、要は月なので、地球を自転にこうぐるぐる回ってるような、これが振り回してほしいとか、これが踊ってるという表現にしております。で、星の中を巡る旅っていうのが、もう宇宙なので、ね、星の中を巡る旅ということです。で、そんな感覚が好き、星くずに輝く目、私の、瞳の中に。この星くずに輝く目って、結構キラキラしてるじゃないですか。それは自分の彼女の方ね、自分の光と目の中に、それが今あるんだっていうことを言っております。次、 A メロですね。一番の A メロ、全ての意識が奪われる、コントロールも効かない、あなたのキスでハイになる、稲妻のような、刺激が私の中を駆け巡る、何をすれば私の心が揺さぶれるのかをよく知っている。いい彼氏ですね、いい彼氏ですね、ほんまにね。あなたは別の惑星から来たのね、これはもう今までにあった男性とも違うということを表しております。今まであなたなしでどうやって生きてきたんだろう、私は輝いている。この私は輝いているっていう言葉って、結構なんか自画自賛みたいな感じには
ここだけ聞くと聞こえるんですけれども、もともとちょっとなんか塞ぎ込んでたっていうあの設定があるので、あの、まあ、そんな子があの私は輝いているっていうところまで言えるようになったっていうのは、あの彼女のあのすごい、まあ、進歩というか進化というかが、現れてるんではないでしょうか。はい、次サビなのでちょっと飛ばしますね。はい、次2番目の、メロ、ここねめっちゃエロい歌詞なんですけれども、あんまエロく聞こえないでしょう。ここね、あのこのベッドは宇宙空間で、星座を描き続けるの、私が輝くまであなたの光で包み込んでくれるの。これ何のことか分かります？皆さん、これね、あのセックスのことを言ってます。セックスのことをあの綺麗なあの言葉で表現しているところがここなんですよね。これはね、僕のあの純粋さが出せる技なのかなっていうふうには思っております。昔ね、あの小説書いてただけのことはあるかなとは思いますけれども、ちなみにあの自分で純粋っていうぐらい自分の心は汚れてるとは思いますけどね。でここ元々の直訳だと、このベッドは宇宙にあってただ星座を描き続けるの、私が光を放つまであなたは輝きで包んでくれるっていう直訳だったんですね。でこれではなんかちょっと全然なんかピンとこないなと思って、さっきのほどの歌詞にしました。ここでもほんまにマジちょっとエロくねっていうところなんですけどね。はい、次が、この宇宙から離れたくない、こんな眩しい世界を教えてくれたから、暗闇の中にいた私を照らしてくれたっていうことですね。はい、次 B メロかな。あなたは別の惑星から来たのね、今まであなたなしでどうやって来たんだろう、私は輝いている。で次サビで、また繰り返しのとこですね。ここ C メロだったかな。もがいてもいなかった、いけるとも思ってなかった、あなたは流星のように現れて私の上に落ちてきて私を輝かせた、私には関係ないと思ってた、あなたがくれた翼で私は気づいた。ここはちょっとどう取るかっていうのもなんですけど、あの自分はなんかそっちの世界に行ける人間ではないっていうふうには思ってたけど、その彼氏が引っ張ってくれて、私もちょっとその輝ける世界に足を踏み入れることができたということなわけですよ。いい彼氏だね、本当にね、これね。はい、この後はサビが、2回連続続くだけなので、歌詞の部分の、説明は以上となります。はい、続いては、撮り方解説のところに行くので映像を見ながら、話していきましょう。はい、ごめんなさい。すぐ止めて申し訳ないんですけど、ここの月ね、これ80、わかる人はわかると思うんですけど、85ミリでこんだけ月がでっかく撮れるわけないので、400ミリで、撮っております。ここだけね、ここだけ400ミリを使いました。はい、またすぐ止めてごめんなさいね。この、ここの曲は、あーあーっていうところが、あの、ポイントになるので、アクセントとなる映像を、常に持ってくるようにはしております。で、ここは、あの、音ハメっていうところなので、画面切り替えの音ハメをやっております。で、画面切り替えでね、音ハメの話は、また、その時出てきた時に言いますね。で、この唇の、あの、パッパっていうところは、撮影する前から、決めてたところではあるんですね。で、撮影前に決めてる部分とそうじゃない部分っていうのはあるんですけれども、この部分に関しましては、撮影前に決めておりました。はい。はい、今の、あーのところも、画面切り替えで音ハメしております。はい、まあ、僕のよくやる手法なんですけれども、相変わらずね、すぐに顔を見せないというやり方でやっております。で、顔を出す前にも、ちょっとなんか、エロくちょっと引っ張っていくっていうのが、まあ、僕のスタイルなんかなという思いますけれども。で、初顔出しのところもね、ガラス越しで、初顔出しするというね、今までとちょっとまた違う演出のやり方でやっております。はい、ごめんなさいね、すぐまた止めますけれども、このところの、これ85ミリでなせる光のボケ感がちょっと大きく出てるのがたまらんちですよね。これがこの85ミリの特性でございます。
ここね、あの光の掲示板の前をちょっと通ってるんですけれども、光の掲示板ってあの柔らかい光を出してくれるので、あの結構使えるんですね。あの周りにそういうものがあれば使ってみるのもいいと思います。ここもね、あの後ろ姿を、左側から、あのそのさっき の, あのライトを光の掲示板ね使ってて、いい光ちょっとここもやっぱ放ってくれるんですよね。はい、ここのなんですけれども、このちょっと前のシーンからピントがずれてるんですね。でその次のここのシーンも、腕の方にピントがあって、で後に目に戻ってくるっていうものなんですけど、これ あえてボケてるシーンをつなげたんですけども、これどっちのシーンがピントを逃げしたのかちょっと覚えてはないんですけれども、これピントを逃がしたんじゃなくてピントを逃げたんですね。でピントを逃げたからといってもこのまま撮ってでしまった方が自分のなんか発想の外のものを撮れたりするんで、ピント、あ逃げてしまったと思って一回止めるんじゃなくてそのまま撮ってみるっていうのもありだと思います。なんか人一人の発想ってあんま大したことないと思ってるんで、この予期せぬものが起きた時って別にそれを活かせる可能性があるので、それそのままやってみるのもいいと思います。僕結構こういうのも大事にしております。はい、ここのああも音はめしてるんですけれども、このガラスに手当ててでパンってちょっと離すところなんですけども、このパンと離すところなんですけれども、一応指にはピント合ってるんですけど、これもしかしたら顔にもピント合うように F 値もっと上げたらよかったかなとは思うんですよね。ここちょっと反省点かなっていうところですね。はい、次ここのああなんですけれども、ここは音ハメを画面切り替えじゃなくて、目線だけのああにしてるんですね。こっち見て上見てみたいな。であとプラスなんですけれども、目のところにキャッチライトが入ってるんですね。キャッチライトって目の中にある光ね、反射する光があるじゃないですか。あれをキャッチライトって言うんですけども、これでね、いい感じに潤んだ表情を演出させるんですよね。この光は周辺にある光なので、周辺にある光を利用して、使ってます。はい、私の大好きなビッグビジョンですね。これは何回もやっぱ出てきますよね。でここなんですけど、ビッグビジョンって LED ライトを使ってるはずなので、 LED ライトのフリッカーって周波数が違うんですよね。これ周波数フリッカーって言っていいのかどうか分からないですけど、なんかテレビとかパソコンとかをなんか映像で映した時に黒いのがなんかワーンってなんか上に上がってくるものがあるじゃないですか。それが起きるんですよね。でこれ多分ね、シャッタースピード250で消えます。皆さんちょっと250でシャッタースピードやって試してみてください。それで消えます。はい、ここの私の好きなところでございますよね。前の7世 PV の時に 24mm に対して今回は 85mm で、映り方全然違うでしょ。24mm のやつちょっと映像見せますね。 24mm こちらです。はい、これは全く同じところで撮ってるので、まあそのほぼほぼ同じところで撮ってます。これ全然違うでしょ、これ。はい、ここも目線でああをやっておりますね。ここからカッとこう上げるところね。はい、これね、ここはちょっとああの音ハメのところではないんですけれども、
これね、あのめっちゃちょっとなんかエロくないですか、これわかります、ここなんでエロくなるかちょっと解説しますね。まずあのキャッチライトで、ウルンダ瞳が出ておりますよね。これまず一つね。で次に、動作と表情とカメラ目線があります。動作とカメラ目線は、指定しました。こういう風に動いてねっていうので、あとカメラからあの目線をずっと離さないでくださいねっていうのを伝えております。で表情は、この彩香ちゃんが持ってるポテンシャルに、あとコンセプトは話してあるので、自分のね人生を変えてしまうぐらい好きな人というテーマで撮ってるので、それをずっと心持ちにして、撮られてくださいと話しているので、それに合わせた表情を作ってもらってます。であとなんですけれども、カメラが、モデルの動きに合わせて顔というか目をずっと追っているんですね。でこれによって視聴者の粘着力が増すわけなんですね。粘着力って表現がちょっとエロいですけれども、これは僕のちょっと独特な言い方ですけど、これ実はね、視聴者が被写体の顔を追ってるように見えるんですけれども、カメラが動いてるんで瞳の位置はほぼ動いてないんですね。でもこの自分の意思で追ってるような錯覚が起きてるでしょう、見てる時って。で自分の意思で追ってるっていうのは、なんか例えば、好きな人を目で追うっていう経験皆さんあるでしょう。これは興味があるから目で追うわけじゃないですか。で興味があると脳が勘違いして、追ってるようで目線はほとんど動いてないっていう演出としてるんですね。で視聴者の目線と彩香の、目線がずっと離れないんですよ。それでカメラ目線ずっとしてっていう手なんですけども、でなのでこの粘着力っていう言い方を僕はしてます。この両者の目が離れないっていう状態ね。でここちょっと面白いんですけれども、カメラが動いてるから目線が あんまり動いてないっていう風に言ったじゃないですか。これ多分 iPhone で撮ったらちょっと分かりやすいかな。分かりますね、指で刺してたらほとんどずれてないでしょ。そういう現実をちょっとかけております。今のところなんですけれども、ここねちょっと一瞬でちょっと切れてはしまうんですけれども、ここね光ちょっと弱かったので、実は彩香ちゃんにライト手で持ってもらってるんですね。でそれで顔のちょっと光とあとキャッチライトが入るように、しております。僕結構目に映るキャッチライトって結構気にするんで、写真家っていう一面が多分そうさせてるのかもしれないですね。このフリッカーもったいない。ここもあえてのピントに足から合わせるっていうやつね。今のああもう音ハメ、目線での音ハメをしております。はい、ここの部分なんですけれども、ここはね渋谷の交差点のど真ん中で撮ってるんですけれども、85ミリで回転すりゃ光のねAボケ感が出ると思って、これも撮影前から決めてたところなんですけれども、綺麗な映像になるだけでこの撮り方したかったわけではないんですよ。これもちょっと意味があって、ストーリーに月と地球の関係があるでしょ。地球の周りを月が回るっていうことで、最後のシーンとしてその表現としてこのぐるぐる回るシーンを、やりたかったんですね。
で、あとこれ実はねちょっと裏話的なもんではあるんですけど、これキャリーを弾きながら僕撮ってるんですね。でそれがすっごい難しくて、あの真ん中から結構あのずれるんですよね。ここはね、あのアシスタントが欲しかったなっていうところではあるんですよね。はい、まあ、今年はね、なんかアシスタントがあのいてくれる可能性もちょっとあるので、まあ、作品の方に集中できる撮り方もまあまあできるのではないかなとは思っております。はい、ということで、今回は以上でございました。今回ね、結構長くなりましたけれども、まあ皆さんの、あの撮る方も、別に撮らなくてもただ見るだけでも、楽しい見方ができるのではないでしょうか。いいね、チャンネル登録で応援してください。それではまた次の動画で会いましょう。シロでした。バイバイ。